行く。さら。ここが。うん。東西に配された門より内部へと進めそうだ。中にひしめくうぞうむぞうを分散させるには、二手に分かれて同時に攻めるのが上策。私は西の門を引き受けるとしよう。ではな。要線が尺に触る謎が解けた。いつも私の話を先読みして最後まで聞かぬからか。やつユグドラシルにまで入ってきやがったか。ここから先へ進ませるわけにはいかん。私の実力を太公望に知らしめる良い機会だ。彼に先んじて門を破ってやるとしよう。妖精は私より先に門を破ろうとする。己の力を誇示するつもりだろうが、無駄なことだ。ここはユグドラシルの内部。神の助けを。門を守る敵もその影響で強化されているはずよ。任せるがよい。わしと共に。ならば東の門にいる敵も同様か。大攻防が持て余していなければよいがな。あの門番、他よりは強そうだが、私の相手には不足。手早く倒して中で妖精が来るのを待つとしようか。もう妖精さんのこと意識しすぎだよ。油断してると怪我しちゃうんだから。まあこんなところか。実力さえ備えていれば世になせぬことなどない。さて門の内側の様子が分かったら、次に進むべき場所は、この先に強い力を感じる場所があるの。そこへ行ってみない？妖精に先を越されただと。少々手心を加えすぎたか。次は全力を出すとしよう。上々の身のこなしだ。その働き、皆の模範となろう。この私を止められる者などいようはずがない。さあユグドラシルの内部を見聞しようか。両方の門が攻略されるとは。仕方ない。東西に分かれて進軍せよ。両門を突破したことで内部の敵も分散できていた。私の目論み通りだ。私のな。神の助け。城壁の内側から強い力が溢れ出すのを感じるが、先へ進むにはここを抑えて力を止めないと。なるほど、敵の養殖方法では敵上から奇襲をかけるとしよう。さすがです。あなたならばと思っておりました。わかりました。これ以上奴らの侵入を許すわけにはいかん。みんな進め。門の守備は十分だったはずじゃねえのか。とんでもなく強えのが攻めてきてるってことか。
このままでは奴らに用地を抑えられるぞ。援軍を呼んで前線を固めろ。妖戦と同じ地を目指したとて駅も、我らは前線にはびこる敵を片付けておくとしよう。太公望殿は妖戦殿の力を信じているのですね。戦場での強い絆、この雪村しかと心に刻みます。強い絆だと、勝手な解釈はやめてもらいたいものだ。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。慢心は最も忌むべきもの。敵中深くにある状況ならなおさらだ。任せるがよい。敵の要所は抑えた。この先へ進軍するための足がかりを得られたな。妖戦、己一人の手柄のごとく誇るのはやめよ。私の起点がなければ貴公は大いに苦戦していたはず。無論承知している。君の起点まで織り込んで立ち回った、それだけだ。はいはい、そこまで。せっかく勝てたんだから喧嘩はやめよ。太鼓、お二人
改めて魂の気配を探ってみたの。つまっ